こんにちは、ネカフェ難民の新一です。今回は大手出版社が続々と青年漫画に参戦していった1968年から振り返っていきたいと思います。それでは、早速参ります。68年1月1日、漫画娯楽創刊。現在も発行される、親父のための漫画雑誌、青年漫画雑誌の親分的存在であります。創刊号のメンバーは、小島豪石、笠間史郎、田無田輝夫、敷宮義人、勝木輝夫、梵天太郎などの先生方。後に雑誌の看板となる、南の帝王、白龍、麻雀飛龍伝説、天杯のほか、暴力事件やスキャンダルでどの出版社からも門前払いされていた梶原一騎先生を受け入れ、男の星座を連載。少年ジャンプにて連載された銀河流れ星、銀や男塾シリーズのスピンオフもこれまでに連載されています。現在、創刊から半世紀以上を迎えた週刊漫画娯楽。そんな同志のキャッチコピーは、本物の男たちに送るエンターテイメント。2月、小学館は、少年サンデーで長年編集長を務めた小西氏が初代編集長に就任し、手塚治虫、白戸三平、水木しげる、石野森章太郎、斎藤隆夫の5人の巨匠を並べたビッグコミックを創刊。ライバルの講談社にも真似できない豪華5人の巨匠のたっぷりボリューム連載に加え、ゲスト作家が毎週1人か2人呼ばれる構成となっていました。本誌にて、斎藤隆夫先生が、後のライフワーク的作品となる、ゴルゴ13を連載。石野森先生も、佐竹と一取り物控えを当時の少年サンデーから引っ越し、連載し、0091に次いで、青年向けの分野でも実力を発揮していきます。ちなみに、68年はゲスト作家も、笠間史郎、梅津和夫、平田博士、藤子不二雄、横山光輝、などの先生方で、そうそうたる面々であります。4月から6月にかけては、横山光輝、小島豪石、桑田二郎、クレパックスの、バーバレラで構成された、プレイボーイ、コミクスクレイジー。手塚治虫、小島豪石、田無田輝夫、佐藤正明、長島真嗣、桑田二郎といった先生方を起用し、2号のみで会社ごと潰れてしまったカラーコミックス。石野森章太郎、手塚治虫、佐藤正明などの先生方を柱にしたプレイコミックが立て続けに創刊。これは大手出版社が青年漫画を出すようになったというだけでなく、これまでの子供漫画家が青年漫画に進出したこと、さらには、劇画が出版社側に認知されたことも示していました。安保闘争と重なり起きた少年マガジンの求心劇がその背景にはあり、大量の消費者の団塊の世代の大学進学という時代の流れもありました。漫画世代は青年になり、そしてそれはまさしく、青年漫画というジャンルの成立を意味していたのです。2匹目の土壌を狙って、2、3流の雑誌も次々と創刊されていきます。それらの多くは、もちろんエロに狙いを定めていました。貸本劇画、影を継承した劇画マガジンは、4号目に早くもエロ度を増加させ、68年5月には丸背中閉じスタイルに変わり、一層エロを売りにするようになっていきました。大手出版社が乗り出してくれば、小出版社はエロにしか道がなかったのかもしれません。風前の灯火だった貸本出版社もエロ漫画出版を取り組むようになっていったのです。67年に創刊されたコミック版は、68年にはオール読み切り長編劇画雑誌として形を整えつつありました。創刊号は、笠間史郎先生が表紙を描いたこともあって、エロ度の高いものとなっていましたが、この年、この雑誌は青年劇画の新しい動きを伝える先鋭的な紙面へと変化し、ヤングコミックと並んで60年代末の青年漫画シーンを引っ張っていくことになります。
5月創刊の劇画ヤングも狙いは青年劇画雑誌でした。この年の末に出たエロティカル&セクシーコミック特集、エマラ・ジョージ先生の秘密捜査官殺人許可証ナンバー3は、大藪春彦先生原作の創刊以来の看板作品。しかし貸本時代に、トップ屋上で見せた軽やかさがなく、描き込みすぎて絵が硬くなっており、かつての人気の秘密であった女性のエロティシズムも薄れています。少年漫画的なタッチで SF 的な作品を描いた岡部健二先生の最後の顔は、アンドロイドを扱ったショートショート的炎症で、後の少年漫画のエロにおけるアンドロイドブームを先取りしていなくもありません。10月にはコミックミステリーが創刊。当時人気があった現代ミステリー漫画というコンセプトだったようですが、創刊号は特殊なテーマもあってか、エロティックなものが多く紙面を埋めていました。特集は、レズビアン犯罪。当時流行りの現代ミステリーを漫画で、というコンセプトだったようですが、創刊号のテーマもあってか、普通にエッチかった模様です。以上の雑誌は、大手出版社が提示した、正当なエンターテイメントマガジンを目指し、貸本劇画を基盤とするストーリーもの、青春ものを中心に据えた新たな劇画表現にも、意欲的な雑誌たちでした。3S の中のセックスを扱ってはいましたが、それをメインとしたものではない、至って真面目な雑誌たちだったのです。しかし、実話史の流れで創刊されていくエロこそを売りとした雑誌は、漫画ではなく、劇画を標榜としていたのです。同年3月25日号として創刊された漫画、影は、表紙に、劇画&コミックとあり、開いてすぐのヌード写真が、モノクロなのが悲しい。ここから70年までにかけて、徐々にストーリー漫画の本数を減らしていき、すっかり実話史的作りとなった本誌。影という思わせぶりな使命のありには、流行りの劇画に飛びついたものの、その内実を知らなかったがゆえに、実話史に後退していった雑誌であります。5月8日号として創刊されたのが、異色時代長編劇画の週刊誌、週刊劇画クラブです。挿絵画家出身者と、かつての B 級貸本作家の変妙とさましき作品ばかりで、古臭い紙面でした。確かに68年、時代劇の劇画はブームとなっていましたが、これではと思う内容で、実際この雑誌は長くは持たなかったようです。この年の昇竜校は、ホラーとミステリーとショック実話だったらしく、そのあたりとも合っていたと言えるでしょう。そして、この年のもう一つの流行りが、貸本出版社中心で行われた古典エロティカの漫画家であり、これが貸本の最後の輝きとなるのです。年は少々遡って、1965年。革命と反逆と、性は分かちがたく結びつき、フリーセックスが、若者の新たなスローガンだった頃、若松浩二がピンク映画から浮上し、大島渚が大胆に性を描き、アングラ、演劇もまた、性を大きなテーマとしていきます。岡林信康が、性と文化の革命を歌い、おいでよ僕のベッドには、反戦フォークとして歌われていました。時を同じくして、発禁本研究の第一人者、上一郎氏の、発禁本が刊行。この本あたりがきっかけとなって、66年から69年にかけて、発禁本や古典性愛文学の出版ブームが発生。これと重なる形で、海外のポルノ小説の紹介や翻訳、戦前からの禁書であった古典文学の再刊が、青年雑誌や週刊誌では次々と行われていきました。青年漫画は、それらを漫画化する方向に、新たな市場を見つけたのです。スタートは貸本漫画専門出版社である東京漫画出版の、アラビアン、ナイト千秋、千夜一夜物語。表紙に、成人向け劇画と歌った最初期の単行本です。
バートン1000夜一夜物語の漫画家という企画は、終焉に向かいつつあった貸本会の出版社が、一般書店にも流通させることのできる漫画新書版として考えた、苦肉の策でした。しかし、これが思わぬ大ヒットに。このシリーズは貸本屋の棚にも並び、普段漫画など読まない、購買力のある大人という読者をも捕まえたのです。しかも、エロチシズムを前面に押し出した、官能成人劇画というコンセプトを売りにした、紛れもない、エロ劇画のスタートだったと言えるのでしょう。月刊少女漫画雑誌の終わりとともに、貸本に移ってきた作画担当、木村仁志先生が描く、アラビアンナイトは、美大出身者だったこともあって、確かなデッサン力に支えられたグラマラスな女体で、油が乗っていました。コスチュームや背景、その他小道具に至るまで忠実に書き込まれており、炎症の漫画としての身のこなし方も、ツボも抑えていました。表紙やカラー扉絵における女体の白さとエロスは、漫画と挿絵の中間的魅力で、大人たちを、大いに魅了。この仕事が認められてか、木村先生は、68年末に、ビッグコミックにて、女族連盟。漫画天国では、世界黄色コミック文学集、キャンディ、チャタレー夫人の恋人、公職一大女、情熱のサロメ、デカメロンなどの漫画化を行っていました。性は、新しく、スタートした青年漫画の重要なテーマであることは理解されていましたが、何をどう描くのかがまだ明確ではなかったため、注目されていた古典性愛文学や海外から次々と入ってくるポルノ小説をモデルとしていったのでした。千夜一夜物語は、木村仁志先生を柱に東漫の青春漫画、少女漫画の書き手たちが手掛けていました。それは、日本画の流れにある歌川大河、マッドやアメコミの影響下にあったモンキーパンチ、笠間四郎、大人漫画のエロスの代表者、小島勲、手塚、石の森をはじめとした少年漫画の出身者らとは明らかに異質でした。狂楽的なアラブの古代世界を背景とした肉体の乱舞する男と女の物語は、徹底した肉体賛美を歌い、セックス描写は当時の漫画世界において飛び抜けて過激でした。その後、虫プロが大人漫画向けアニメ第一作として、千夜一夜物語を制作することになるのですが、その背景には、このエロすぎたアラビアンナイトのヒットがあったのかもしれません。このシリーズで気を良くした東漫は続いて、中国千夜一夜物語のシリーズを開始。69年には当初、聖号として名を馳せ、何百冊ものポルノ小説、翻訳記事を出していた清水翔次郎を監修に招いて、絵で読む文学エロスのロマン、世界秘密文学選集をスタートさせるも、2冊しか刊行されていません。貸本会は、まさしく末期的な状態の中にあり、東漫にとって、千夜一夜物語は最後の特大花火だったのです。同時期、東漫は、ゲテモの少女怪奇漫画をものすごい勢いで出しており、エログロの両輪によって、ギリギリ名脈を保っていました。この東漫の、成人劇画のヒットは、投稿者などの生き残っていた、いくつかの貸本漫画出版社に、成人漫画のシリーズを刊行させ、同時に、三流の青年漫画雑誌に古典性愛文学や海外ポルノ漫画という企画を打ち立てさせていったのです。70年代10月、辰巳出版から月刊問題劇画が創刊されています。B5 版平戸字、15ページからアニ色入りという形式で起用されたのは漫画家でもなく、挿絵画家たちでした。中でも、畑中博先生の時にアバンギャルドなエロティックイラストは、絵としてかなり迫力を持っており、グロテスクなデフォルメは、肉の塊の持つ、猥雑さを発信していました。にしても、それは物語ではなく、絵に視点を立ち止まらせ、故に読者の想像力を奪っていきました。このシリーズは、10冊ほど出て休刊。71年になると、火が消えるようにポルノ小説ブームは終わっていきました。
それと気を同じくして、洋品から日活ロマンポルノへ成人映画の主演は変わり、青年誌は外国人ヌードから隣のお姉ちゃん的ストレートピンナップを移行させていきました。エロ劇画もそれにつれて変化していくことになるのです。さて、貸本漫画に性が描かれるようになったのはいつ頃からかということなら、多分ターニングポイントは1959年の忍者武芸場で明美の裸体が描かれた時からとして間違いないでしょう。明美の裸体、妊娠、蛍火の美体などを描いていた白戸先生は、ストーリー構成上必要なものとしてこれらを入れ、青少年たちに思いのほか衝撃を与えました。ハイティーンなどの青春短編集では、キスさえ描かれることはなく、少女漫画では芸能記事の影響を受けて浮上してきた恋愛物語の最終ページとしてのキスがたまに登場する程度でした。性は中心のテーマというわけではなく、物語やアクションこそが重要で、エロティシズムに気を配る作家はそうおらず、男性の筋肉描写こそが追い求められていたのです。柘植義治、長嶋慎治、末期の青春漫画の書き手である宮脇慎太郎、下本克美、少女漫画系の梅津和夫、斎藤譲などの、後にマニアを生んでいく書き手の先生方は、比較的少女のエロスというより、チャームを作品から発散させていた作家たちであることを忘れてはなりません。唯一、B6 単行本時代社会派サイコドラマ、狂った教室などをいち早く描いていた石川文康先生は、前後して青春と性というテーマを短編で描こうとしていましたが、追随する書き手は現れず、ブームとはなり得ませんでした。貸本劇画は、実は最後までエロをテーマにはできなかったのです。短編集、大人の漫画お色気特本、刊行。未成年は読むべからずと表紙に銘打たれた、革新犯的に作られたエロ短編です。巷で人気上昇中だった、漫画サンデーなどの漫画週刊誌に倣って企画されたものでしょう。長嶋慎治先生を中心に、ナンセンスショートが詰め込まれているものの、太い直線的、ペンタッチの劇画的、スタイルが見られているほか、青春ものを中心としたエロティックナンセンスが多く、ハイティーンの劇画世代に向けられたお色気ものの走りと言っていいでしょう。しかし、この試みは途絶え、類似誌も出なかったようです。英語という形式はストーリーやアクションを展開するには向いているものの、ナンセンスとはあまり相性が良くはなく、貸本の読者もそれを求めてはいませんでした。しかし、貸本漫画の読者の中には、色づき始めた書家たちも、いっぱいいました。そんな彼らのモスラを刺激し、成長にしたのが、茨美希先生でした。マンクの怪しいエロティシズム、デッサン力が描き出す秘められた女体、時には炎症的なオチさえ語られた作品群。比較的早い時期に青年漫画に進出し、ホラー、時代物、サスペンスなどの短編を1から3流雑誌に描いた茨先生は、エロスのテイストを武器にしていたのでした。千夜一夜物語は、間違いなく大きな刺激となりましたが、それは貸本漫画の主流では決してありませんでした。月宮義人先生の英語版短編集、九月の呪いには、大人のコミックスと大きく入っています。それは月宮先生が青年誌に発表した、時代回帰短編を集めたものですが、大人と銘打たなければならないほどに、性的であり、過激に見えたのでしょう。貸本劇画は、子供漫画の枠の中にあり続けていました。そして時代は、英語版から新書版に移っていくのです。投稿者は、水木先生の人気を受けて、貸本時代の作品を新書版として刊行し、ホームランコミックスシリーズがスタート。68年1月に、このシリーズで出た、黄金は、66年から67年にかけて、茨先生が発表した、エロがあり、怪奇ありの、大人向け短編集でした。その後も、恐怖の手術台などの時代エロス、短編集や、コミックミステリー、漫画娯楽として出されていった、成人向け背徳珍味シリーズ、殺さないでなどの短編集が出ています。
これら短編の中で、68年末あたりより、茨先生の作品は、成人向け、成人劇画シリーズとして出されていくことに。エロド的には、子供でも読める、ホームランコミックとさほど変わりませんでしたが、子供が読まないようにするための配慮がされたのか、それとも東南の成人向けのヒットで、この枠で売った方がいいと考えたのかは、定かではありません。それにしても、それほど多くない赤い瀬のこの投稿者の、成人劇画シリーズは、60年代末の唯一、青年漫画作品集として当時のシーンを伝えています。茨先生に続いて点数が多かったのが、愛しのデーブを皮切りに、コミックアクション、マッドスネークシリーズジャガを抜くとき、ワッパ78などを青年向け単行本にまとめた、沢田龍二先生です。癖の強い絵だったこともあり、ブレイクするには至りませんでしたが、特区社のアクション劇画家として描き続け、ピンキーアクションや、スパイモノ、モンキーパンチに影響を受けた、漫画的でいて劇画の匂いも残したお色気アクションを展開。マイナーなメディアの中で40年近く描き続けた、唯一の作家でした。67年から68年はアクションお色気コメディ、怪奇短編がトレンドであり、68年から69年が、時代もの、忍者もの。69年から70年が、青春ものという、初期青年漫画誌の人気ジャンルの移り変わりを、限られた作家ではあるものの、知ることができるシリーズだったとも言えます。山上達彦先生の SF 短編や、下本克美先生の青春ものなども連載され、初期エロ漫画の胎動をそこに感じることもできます。東南は前述した古典もの以外では、成人劇画のベルズと銘打った青い衝撃を刊行しています。コムの青柳雄介先生や宮谷和彦先生ショックを経て出てきたと思える新人作家、谷川勝夫先生の作品です。悪の強い絵柄で時代の風景を描きながら、性を含めた青年期の目立ちや欲望をドキュメントタッチで展開した作品です。あけぼの出版は、68年から69年には、読布伝をはじめとした三谷中辻先生の成人向け短編集を3冊。70年には成人向けシリーズとして、参加文学劇画全集をスタートさせています。前者は石の森章太郎系のスタイルで SF やアクション、歴史物にエロスをぶち込み、後者は小島豪石先生スタイルで参加ブームに乗っかった、それほどエロくない仕上がりです。ひまり書房、若木書房あえろ、成人向きには手を出さず、従来の怪奇、少女漫画で新書版時代を乗り切ろうとしていました。そして、貸本劇画の代表だった日の丸文庫、三つ信書房は67年1月に一般向け青年劇画雑誌、劇画マガジンを創刊させ、単行本出版社から脱皮を図りますが、同誌は徐々にエロ度を強め、68年5月に中閉じスタイルに変わり、すっかりその手の雑誌へと変身し、70年頃には会社ごと消えてしまいました。斉藤プロ、佐藤プロ、横山プロなどは、自ら出版を続けながら、本人たちは青年雑誌の柱として劇画を描き続けていくこととなりました。そんな中で、ギリギリの瀬戸際にあった貸本漫画出版社は、台頭し始めていたエロ漫画に接近していたものの、結局、自らの中に抱え込むことができず、旧世代の産物となっていったのです。そして時代は、70年代へ。大手出版社の青年誌は、人気漫画家を揃えているものの、冒険しすぎない、保守的な紙面作り。それに対して、三流の漫画雑誌は、わいざつながらも、コアな路線を突き進み、時代の先を行った作品も登場する、可能性の獣。という、相変わらずの関係で、さらに段階的な変化を続けていきます。そんなわけで、続きは次回。ご視聴、ありがとうございました。